い、い、ゆ、だ、な、あは、はん。い、い、ゆ、だ、な、あは、はん。これで熟女に背中流してもらえたら、もっと最高だな。ミルフ。キョ。胸を隠すんじゃないよ。隠すならあんたのあんたを隠しなさい。あら、というか姉さん、もしかしてシンパシーで、ミルフが熟女に背中を流してほしいって思ってたのが、わかったんですか？それを言うならテレパシーだろ？そうそう、それそれ。僕らはいつも一心伝心。あんたなんかと繋がってない。私が来たのは別件だよ。なんだ、ミルフのミルフを見に来ただけですか？ちょっとだけですからね。あんたのあんたなんかに興味はないよ。うりゃ！ヒデブー！姉さん、さすがにデッキブラシで殴っちゃダメです。やっていいことと悪いことがあります。あんたにそんなこと言われる筋合いないんだよ。要件ってのはね、あんたの背中についてだよ。ミルフの背中、乗りたいんですか？でもちょっと重そう。あんたね、どりゃあ！アベシ！だから姉さん、そんなことしたらミルフの息子が。うるさい。で、本当の要件は？いい加減その背中に竜でも背負いなさい。竜？ああ、あんたは竜騎組の若頭なんだよ。竜ぐらい背負ってないと格好がつかないだろ。なるほど、それは一理ありますね。私のポケットマネーから出してあげるから、とにかく行ってきな。後でいくらかかったか教えなさい。あいあいさあ。なんだか不安だね。母さん、僕様子見に行こうか。朝日、頼んでいいかい？俺はミルフ、熟女を愛し熟女に愛されるものだ。そんな俺にもとうとう竜を背負う時が来たらしい。よし、ここでいいかな。行ってこい、恋たち。何してるんだよミルフ。ああ、二代目、見ればわかるでしょ、恋を流したんです。そりゃ見ればわかるけどさ、母さんに竜を背負うように言われたんだよね。それなのになんで恋を逃がしてるのさ。はっはっはっ。何がおかしいんだよ。これはうこっけい。失敬だろ。二代目でも知らないことがあるんだと思いましてね。実は恋は滝を下ると竜になるんですよ。ミルフ、知ってるよ。そして登るとだ。え、嘘。本当だよ。あわわ、どうしよう、恋を捕まえないと。というかそもそも竜を背負うってのは。待てー、恋ー。まあいいや、放っておこう。俺は竜を背負ってほしいなんて思ってないし。待てー。はあ、やっと追いついた。今捕まえてやる。って、うわあ。おい、危ないぞ、どけ。最高。リフティングをしてる。言うと思ったけど、ラフティング、リフティングはサッカーのやつだから。あーね、分かってないだろう。ちょっと注意しますね。やめてください。え、なんで止めてるのさ。だってここ私有地ですもん。そうなの？そんなことも知らなかったんですか？じゃあ俺たちも入っちゃダメじゃん。恋なんて逃がしちゃダメじゃん。私たちは大丈夫です。ミルフが買った土地ですから。え？だからミルフがこの土地を買ったんです。嘘だろ。ミルフはそんなくだらない嘘をつきません。どうして土地を買ったりしたの？ここかなりの値段だったんじゃないのか？もちろん竜を背負うためです。まあ二代目が言うように歯が飛び出るくらいの値段でした。目だよ目、歯じゃないって。入れ歯が飛び出るみたいになっちゃうから。そんなお金どうしたんだよ。借金したんです、闇金から。でも安心してください、今回の件に関する費用は後で全部姉さんが返してくれますから。そう姉さんが約束してくれましたもん。絶対に返してくれないと思うな。
だってミルフがやってること、母さんが言ったことと全然違うもん。はっはっは。二代目は姉さんのことまだまだ分かってないですね。姉さんは性格が悪い。いや、最悪ですけど、約束だけはちゃんと守る熟女なんですよ。まあ、ミルフが自信あるならそれでいいよ。もう買っちゃったんだし、後戻りできないしね。そんなことよりあの人たちを止めないとですね。あんなところでミーティングされたら、恋を捕まえられません。それに、止めなきゃいけない理由が他にもあるんですよね。だからラフティングね。誰もあんなところで会議しないって。他にも？ああ、いいや、聞かなくて。どうせくだらない理由だろうし。おーい！バッティングやめてくださーい！それももういいや。ねえ、なんかあいつ叫んでない？あ、ほんとだ。なんて言ってるんだ？私有地だから、やめてください！私有地だからラフティングやめろって言ってるんじゃない？ああ、そういえば、私有地につき立ち入り禁止って看板が立ててあったよな。どうする？言うこと聞いてやめる？やめるわけねえじゃん。ここまで来たんだぜ。とりあえず適当に返事して、このまま続けようぜ。だよね。やめないよね。オッケー。はーい。今やめまーす。おお、やめてくれるみたいですよ。近頃の若い者は、素直でいいですね。私の若い頃なんか。ミルフ、お前も若いだろうが。そして昔の記憶はないはずだろう。そうでした。でも、記憶がなくてもなんとなくわかります。今も昔も、私が熟女好きだってことは。幼い頃から熟女好きだったのかよ。って、それよりミルフ。え、もしかして、熟女好きのカミングアウトですか？それなら大歓迎ですけど。違うって、熟女好きのカミングアウトなんてしないよ。なら、話しかけないでもらってもいいですか？あのな、僕一応組長なんだからな。ミルフ、あの人たち返事はしたもののやめる気ないみたいだよ。え？いやー最高だぜ！キャー最高！いや、うがった目で見ちゃいけませんよ、二代目。彼らは今、やめようとしてるんです。キリがいいところでやめるはずですから。僕にはそう見えないけど。数分後。行くぜ！行けあれを見てどう思う？ミルフ。やめる気、ないですね。でしょ。このままじゃ本当に恋に逃げられてしまう。未だに恋を見失ってないことだけはすごいと思うよ。それに、このままじゃ。あ？このままじゃ何？あ、こっちは二代目聞かなくていいって言ってましたもんね。大丈夫です。ミルフが一人でどうにかしますから。そう言われると気になるじゃん。教えてほしいですか？まあ。どうしても？別に教えてくれないって言うならいいけど。ああ、拗ねちゃった。拗ねてないよ。まあしょうがないから教えてあげますよ。こう見えてミルフ、二代目の二倍以上生きてますから。亀の甲より DJ 甲と言いますしね。亀の甲より年の甲だよ。記憶喪失のせいで年齢はわからないけど、僕と大して変わらないだろう、きっと。ああ、見た目はあれですけど、精神年齢が。さすがに怒るよ。冗談です。ペリカンジョークです。アメリカンだよ。ひゃっはー！イエーイ！というかそうだ、いいから教えてよ。ああ、いいですよ。あのですね。は？それ、本当？はい。ミルフは、くだらない嘘はつきませんから。だとしたらまずいって。まずいからさっきから止めてるんですよ。二代目、何言ってるんですか？もっと必死に止めないと。僕も一緒に止めるから。おーい！ダメ！やめて！お願いだからラフティングやめて！フィッティング！やめてください！ラフティングだから！
ねえ、またあいつらなんか叫んでるよ。無視でいいって。どうせあいつら何もできないんだから。終わった後適当に仕打ちだって知りませんでしたって平謝りすればいいだろ。そうだね。それでいっか。よし、まだまだ楽しむぞ。スピードアップしよう、スピードアップ。よっしゃ、じゃあ全力で漕いでやる。うりゃあ。ん、あれ、ダメ。どうしたんだ。マサ君、前見て、前。あ、先が見えない。どういうことだ。滝、滝になってる、滝に。やばい、やばいって。逆に漕がないと。うわー、やだやだ、落ちたくない。まずい、まずいって。ミルフ、どうにかしないと。ここはミルフに任せてください。任せるって、どうにかできるの。もちろん。ミルフを何だと思ってるんですか。熟女好きの変人だと思ってるけど。大体合ってます。だよね。そんなミルフがどうにかできると思わないよ。ここはミルフを信じてください。くそ、ダメだ、進まない。誰か、誰か助けて。大丈夫です、ミルフが助けますから。本当か、助けてくれるのか。今すぐ助けて。私はあなたたちを愛してます。は、何、今の何なのさ、ミルフ。ほら、愛は世界を救うって言うでしょ。だからあの人たちも救われると思って愛を叫んだんです。これで一安心ですね。うわ、落ちる、落ちる。いやー、ミルフ、お前はあれを見て救われてると思うの。魂は救済されるでしょう。なんで死ぬ前提なんだよ。やっぱりミルフはミルフだった。一瞬でも信じた僕がアホだった。まあそういうことです。もう少し耐えてください。今ロープを持ってくるんで。もう少しの辛抱ですから。もう無理、これ以上こけない。あ、終わった。諦めないでください。大丈夫、大丈夫ですから。あ、落ちますね。いやー、大変だ、助けに行かないと。めんどくさいな。行こうか。おーい、大丈夫ですか。まずい、いない、沈んでるのかも。ミルフ、僕飛び込んで探してくる。二代目、大丈夫です。何が大丈夫なんだよ。このままじゃ溺れ死んじゃうかもしれないんだぞ。あそこを見てください。あそこ。怖い、怖い、誰か助けて。枝に引っかかってる。とりあえずよかった。だー、なんだよ、急に大声出さないでよ。見てください、滝壺に落ちた鯉が滝を登ろうとしてます。頑張れ、頑張れ。竜になったらおんぶしてあげるから。そんなことより、あの人たちどうにかしないと。あ、そうですね。あの人たち、鯉の進路をこのままだと妨害することになりますもんね。いや、違くて。バン、いやはぁ、何してるの。なんで木を拳銃で撃って折ってるんだよ。いや、恋の邪魔だったから。もう、とりあえず責任取ってあの人たち助けてきて。めんどくさいな。ギロ、行こうか。はぁ、よいしょっと。服持っててください。ミルフ、もう少し運動した方がいいんじゃないの。50代のおじさんみたいな体してるじゃん。このギャップがいいとよく言われますよ。誰にだよ。鏡に映った自分に。もういいから行ってきて。あいあいさー、えい。
はあ、あれ、あぶ、ちょっとそんなところでふざけたりしないでよ。ああ、二度目め、ふざけてるんじゃ、ありません。ミルフ、溺れたライオンロバで泳ぐライオン忘れてました。ライオンロバ、トラウマって言いたいのか。ああ、もう結局僕が助けることになるのか。今行くから。死ぬかと思った。これに懲りたらもう二度と私有地に勝手に入ってラフティングなんてしないでくださいよ。はい、すみませんでした。本当に申し訳ありませんでした。まあ反省したならいいですけど。ミルフ、おい、ミルフ、なんで寝てるんだよ。ちゅー、何してるのさ。人工呼吸、人工呼吸を求めてるんですよ。一度やってほしくて。あっそう。おお、二代目、意外とみずみずしい唇。ん？なあ、来い、なんで来い。ふん。というかここにいるってことは結局登れなかったんだな。残念。翌日、姉さん、報告があります。報告？なんだい？惜しくも竜を背負うことはできませんでした。は？申し訳ありません。機会があればまたチャレンジはするつもりです。滝は買ってあるので。何の話だい？ほら、姉さんが竜を背負えって言ってたじゃないですか。だから滝がある土地を買って、そこで恋に滝登りをさせて竜にしておんぶしようとしてたんです。ただ今回は惜しくも一匹も竜にならなかったんですよね。あ、これ今回の件にかかったお金の請求書です。3000万円。これでも値切った方なんですよ。こんなの払うわけないだろ。ええ、約束が違う。私はね、竜の入れ墨を入れろって言ったんだよ。竜をおんぶしろなんて一言も言ってないよ。3000万円は自分でどうにかしな。そんな。え、じゃあ自腹ってこと？まあそういうことだね。二代目、助けてください。絶対に助けない。いつもふざけてるからこんなことになるんだよ。いざ、そんな、いつも本気で生きてるのに。おい、ミルフ、3000万円今日返すって言ってたよな。ほら、さっさと返しやがれ。もしかして返せねえのか。もしそうだとしたら、てめえの体をバラして売ってやるぞ。ああ、ネッシー。は？ネッシー？いるわけねえだろ。って、あ、逃げた。待ちやがれ、こら。キャー。